いけてましたね。まあ、すぐ納車してもらって一番安全だと思うんですけどね。補助金で保証はしないらしいんですよ。国のお金が予算がなくなったらもう出せないって言ってて、そう。その前も言われたんですよ。まあ、でもまだ出せるってことはお金があるってことなんだと思うんですけど。いいっすね。これかっこいいっすね。あ、かっこいいっすね。かっこいいっすね。これなんかやっぱ運転席に向かってるっていうのはやっぱり A5 と違いますよ。これはスペースシップ感がある。そう。あ、これですか。3人乗る時もスペースがあっていいっすね。あとここもかっこいい。ここも広いじゃないですか。この置き場が。これがなんかすごい。携帯置けます。そう、プラクティカルです、ね。サイドがあのここサーモボトルとかペットボトルって置けるようなスペースになってるんですよ。このサイドのにちょうどペットボトルが、はいはいはい、ここがちょうど入るっていう感じで、はい、サイズ感になってます。で、USB-C がここで1台スマホでシガーソケットあって、あれ2台ある？もしかして2台あります。こことここ2台あるんですね。はまります。あれスマホはこの手前と奥両方置けるんですか？これスマホここに入れます。これがワイヤレスの充電。そうそうそう、こっちはじゃワイヤレスじゃない。これじゃない、これ置き場。そう、はい、じゃあ行きましょうか、はい、すみません。鍵もかっこいいですね。これレバークイって下にドライブに入れてもらってシフトの部分レバーこれこれこれをこう、はい、そう。ああなるほど。で走ります。これで、はいはい、お表示はこれで変えられるのかな。うん、はいはい。やっぱでも音しない、信号しない感じはちょっと違和感がすごいけど、でもやっぱすごい。ガソリン車乗ったバッグ。ガラスがめちゃめちゃ。ちょっと待って、これいやいいんじゃないこれ。これいいですね。これいいんじゃない。いいこれ加速力よ、いいんじゃない。すごいあのなんかリニアにこうヒューンって上がってきましたね。これ次左でしたっけ。いやこれ隣で隣に座ってるだけでも感じましたよ。今一瞬全然気持ちいいですよ。なんかちょっとワープ味がありましたね。確かに、うん、僕こっちの方が好きかもだからそうかなと思った。面白い面白い。さすがお友達よく分かってますね。このハンドルもやかこう未来的な感じですよね。ちょっと未来的であのなんか宇宙感があった。ちょっとブレーキはいつ。ここはあれですか、そのルーフ付きありますよね。あ、ルーフ付きもあります。うん、ちょっとルーフ付きいいですね。いやかっこいいっすね。かっこいいっすか。点上げですね、これ。これで電動になったら完璧ですね。そうですね。あれ、これ電動じゃないんでしたっけ。あ、これはあの今手動です。あ、電動ってあれか、あのあれですよね、後ろの。あ、そういうことか、あのシートの。シートが、そうですね、シートあと、なんかループがやっぱりあった方がいいと思いますね。そうですね、ループあったんで。なんかこう、いや、実際僕もラングラーすごいかっこいいなと思うんですけど、はい、もうちょっと家族が大きくなってからでいいなみたいな。今は今しか乗れない。中身はそんなに広くない。うーん、ちょっと窓がちっちゃい。うーん、窓がアラングラスかめちゃくちゃちっちゃい。確かにそうかもしれない。外観をちょっと好きな人が好きなの。そうそう。でも私もラングラスすごいかっこいいと思います。けどなんだろう、やっぱ自分が乗るって考えたら、うん、乗りやすい車の方がいいですよね。そうですね、ちょっとあれはでかすぎる。ていうかやっぱこのなんか超乗り心地いいですね。ありがとうございます。え、ちょっと感動ですよ。ちょっと全員に乗ってほしい。これあのやっぱエンジンのあれがないじゃないですか、うん、振動がないんで、うん、シフト超静か。確かに高さは大丈夫。高さは僕はやっぱ低い方が好きですけど、まあでも思ったよりも全然運転しやすいですね。うん、ていうか多分本当はこっちの方が私はそうかな。ドライビングモードでエフィシエンシーじゃなくてダイナミックでいっぱい。はい、ただここから先加速できるとか。そうですね、ちょっと曲がってちょっと。でもこの辺なんかすごいシンプルな方がいいですね。今ねダイナミックになってます。ダイナミックになってますよ。なんかかもしれないですね。おう、まあ、全然違う。違う、違いますね。今あ、ハンドルもちょっと重くなった。ちょっと行きますよ。はい。おお。はあ。いいね、なんか。いいね。押される感じがいいですね。うん、でもなんかすごいなんかうーって感じじゃないですね。いや、うって感じでしたよ。うーって感じじゃない気がしました。もう一回ちょっとやってみてください。全幅もそんなに広くないから。うん、なんか全然運転しやすいです。あ、本当ですか。
なんかすごい、すごいな。なんだこれ。これ、めっちゃブルブルしてる。今463キロで。うん。ワンチャージで500いくあれ、メーカー600じゃん。600? うん。あれ違いましたっけ。そう、満充電で594です。おぉ。テスラ、テスラ長いですね。ロングレンジぐらい。で、充電口も、あの、公共施設にある充電口で全然使えるし、あとさっきご案内したあのプレミアムチャージングワイヤレスも使えますし、はいはい、なんで結構充電しやすいとは思いますよ。スーパーチャージャーっていうか 150kW クラスのやつって今どれぐらいあるんですか？結構あるもんですか？今はまあそんなにないです。そのアウディ、メグロ、アウディのそのポルシェ、アウディ、ワーゲンだと結構あるんですけど、はいはい、地方行ったらあんまもうない。そうですね、各ディーラーに設置されてる以外のだと意外と90kW とかスモーカーネックですね。すごいいいのに。テスラは結構多い。そうですね、なんか結構地方に結構多くて、テスラなんか地方行く場合は結構いいみたいですね。なんか分かんないですけど、僕が調べた感じですけど、ただアウトレットとかサービスエリアも今充電器結構あるんで。そうですよね。でしかもなんかアウトレットとか、あ、じゃないや、サービスエリアとかってむしろスーパーチャージャーじゃなくて、はい、チャデモの方が多い印象があるので。チャデモだと90ですよ。そうなんですよね。90だとやっぱ 倍以上かかりますもんね。いや、倍はかかんないですけど。あ、本当ですか。はい、ちょうど30分くらい。おー、はいはい、おー、そう、30分くらいか、はい、まあでも30分で、あれ ?80% くらいでしたっけ。そうです、80%、まあ、30分で 80% だったら全然いい。これは気持ちいいですね。気持ちいいですね。あとなんかやっぱすごい伸びやかというか、ラングラではこれ感じられない、感じられないと思いますね。乗り心地最悪ってみんな言ってます。そうやってすぐラングラーの悪口言わないでくださいよ。でも私も本当にラングラー好きで、リアルに、はいはい、まあ、乗ったことはないんですけど。外装かっこいいですよね。外装はかっこいいですよね、うん、まあ、乗り心地と燃費と気にしないのであれば。燃費どのぐらいなんですかね。リッター5キロとか、ね、5キロとからしいですね。5、6キロらしいですよ。やばいな、ちょっといいですね、電気。しかもやっぱテスラ乗ってアウディの電気乗ってこういうことかってなりましたね。なるほど。なんか逆にテスラちょっと教えてほしくて、参考までに。あ、はいはいはい。どんな感じ、どう違いますか。なんかやっぱ遊びが多いっていうんですかね、ステアリングに。なんか駆動感が少なく、自分で駆動してる感じがすごい薄くて、はい、動かされてる感じがするんですよね。すごい。まあ、実際はそんなことないんですけど。あれですよね、ワンペダルで。そうです。で、あれもちょっと僕はそんな好きじゃなくて、ゴーカートみたいな感じがしちゃって、はい、そこがちょっと個人的にはあんまり面白くないですね。でもやっぱ一番はやっぱステアリングフィールがすごく気持ち悪かった。ただやっぱそのワクワクはしました。その静粛性とかってどんな感じなんですか。あ、静粛性はめちゃめちゃ高かったですけど、でもこれと同じぐらいだと思いますね。ちょっと新型のモデル3まだ乗ってないんであれですけど、新型は全部ペアガラスになったんで、多分もっと破壊ってディーラーの人は言ってました。なんか全然違うとは言ってました。なるほど、着きました。よかったですね、これ Q4。 自動車メーカーの EV のがいいっすね。運転する感がありますよね。ありがとうございます。非常に有意義だな。